一番どのドレスショップさんの中でドレス着ても全部良くて、うん、一番こんなに選べないドレスショップあるって思っちゃってすごいぴったりした、はい、よし。おめでとうございました。当日は楽しかったですか？はい、とっても楽しかったです。一番思い出に残ってるシーンでしたりはありますか？思い出に残ってるシーンありますか？いや、それがね、やっぱり当日のことそんなに鮮明に覚えてない。嘘でしょ。あっという間に終わっちゃいましたか？そう、あっという間に終わっちゃって。そうでしょ、そんなことある。やっぱ多分緊張してたんだろうね。あ、まあそうね、そうですよ。私より泣いてたもんね。あ、え、そうなんですか？お写真には一切こう泣かれてる様子は写ってなかったけど、なんか結構バージェンロードっていうんですか、なんか歩いてて、はいはい、なんかありがとうございましたってして、はい、こうちょっとうるってこっちに来て、はい、あーどうしようと思って、ありがとうございました、はい、式始まるわ、どうしよう、あれ泣いてるよってなって、って思ったら涙が引っ込んじゃって、その前もなんかあのベールダウンしてもらうのに母にベールダウンしてもらったんですけど、なんか母もベソベソしてて、なんかベソってなって、私もなんかちょっとうるって来てたら、あって横見たら何とも言えない表情で誰よりも感動してる新郎いて、あれーって思って、いや素敵ですね。でも全部撮られたなと思って、その後のバージンロードとかもう2回やられてるから、もうこっちは涙も引っ込むよね、はい、泣いてはいないけど、でも、まあ、泣いてたよね。うるっとは来たかな。ちょっとね、うん、すごい顔してたよ、うん、それはあの写真見てもらえる、多分絶妙な顔をしてベールタウンに詰める新郎の顔写ってる。じゃあその時が一番思い出に残ってるのが印象深いんですかね、お二人とも。そうですね。そう、まあ、でもあとは親族だけ の、はい、その食事会の時に、うんうん、やっぱこう普通とちょっと違った感じでその写真立てる、はい、うん、なんていうの、そう、石油だとか作ったので、うん、可愛かったです。あの思いのほかこうそう最初に想定してたよりも盛り上がって、そう、それがなんか印象深いというか、うん、こんなに盛り上がるもんなんだろう。なかったね。でも確かにすごい可愛かったです、あの石札。そう、石札が一人ずつのと、うん、あの各個人の前に人、うん、何枚かずつその座った方との幼い頃の写真立てを、なんで片側だけでも15枚ぐらいずつ並んでたのかな。あ、そんなに並んでたんですね。机の上バーって1列を並ぶくらい並べてあって、なんかちゃんとこの人の前にはこれ置いてくださいみたいな、すごいナンバリングもしてたんですけど、もう気づいたらナンバリングの意味がないぐらいにはそっちに何があったの、私のところにこれがあったの、それ見してみたい、はいみたいな。楽しそう。わあ、すごい勢いで写真とか宙に舞ってるとこだねとか、え、ナンバリングの頑張った意味あったかなって楽しそうでよかったねみたいな、ね、思った以上に盛り上がっていただけたのでよかったな。そうね、確かに。でもご自身たちが手掛けたもので皆さんが喜んでくださってるってやっぱいいですよね。そうか、じゃあその皆さんの表情とかも結構印象深くて、みんなにもね、はい、ドレスも褒めてもらったし、ああよかったです、ありがとうございます。タキシードも褒めてもらったし、いや本当に似合ってました。どうでしたか当日お衣装は、あの褒めていただいたって今お伺いしたんですけど、どこが良かったっていうので決めてくださったりとか。なんかビスで、あのこっから上はあんまり露出したくなくて、うん、正直なんかその親族だけっていうのもあって、うん、なんか友達とかがいっぱいだったらもうちょっとあれなんですけど、年上の方も多い中で、うん、あんまり露出してるのもなーっていうのと、うん、教会が結構きちんとした教会で式を挙げさせていただいたの で、あんまりそういうところでも露出良くないかなとは思ってて、でも全部隠すのも嫌じゃないですか、うん、はい、正直。いや、もうスタイルがいいので、そこは。はい、確かに。ありがとうございます。出したいから。なので、なんかあの、
背中がすごいしっかり綺麗に開いてたんで、はいうん、で袖は袖でそこまで隠れてるわけでもなくて、うん、なんか適度なその露出とそのレースで隠れてる感があったので、なんかそれが良くてそこにしましたっていうのと、あと単純に母たちがこれがいいってやっぱ言ってくれたのがすごい後押ししてくれて、なんかせっかく着るんだったら自分がすごい気に入ったのプラス、うん、やっぱ一番見てほしい、あ一番見てほしいよってのは母とかにやっぱりいいって言ってもらえた、見てほしい、一番見てほしいなっていうのはあったので、そこが一番バッチしたのがあのドレスだったかなっていうのはありました。なんかすっごいくびれに、くびれって言われました。いやー、はい、頑張りました。本当に細くて、いやでも良かったです。当日もぴったり聞き出たということで、はい、すごいぴったりでした、はい、いやよかったびっくりしました、はい、聞けてこんなにって思って、なんか最終の試着の時にもうちょっと詰めれますね、はい、とおっしゃっていただいてて、はい、本当って思ってたんですけど、なんか本当に当日来たらびっくりして、はい、着ていただいたその着付けた方も、はい、あなんかちゃんとぴったりになってすごいよっておっしゃってて、ちょっとなんかわかんないけど誇らしげでした。マグネって嬉しい。タキシードも褒めていただいたということで、はい、一応長帯もドレスと一緒の、そうなんですよ、はい、あのレースでオリジナルで作らせていただいて、そちらもこう皆さん気づいてくださいましたか。あの、まあ、言いましたね。あの我慢できなくて単純に気づいてもらう前に、はいはい、言いたくてしょうがなくて私、うん、これ一緒なんです、ドレスのやつと一緒でみたいな、すごい、はい、私も言っちゃったんで、いやー可愛かったです、あのタイも。そう、どうしても何かどっかでお揃いがやりたかったので、うん、でもなかなかレンタルだとそういうの絶対できないっていうか、色を合わせるとかはできるんですけど、うん、それもじゃないお揃いができたらいいなってちょっと憧れはあったので、なんかそこで超、しかも超大めちゃめちゃ可愛い、うん、最高に可愛い。そうですね、まあその辺に関しては全部任せっきりでしょうね。任せていただけてよかったです、逆に。いや、はい、本当に似合ってたのでそうなの、気づいてもらう前にも全部言っちゃったんで、私が写真とか友達とかもうこの状態がね、いや嬉しいですね、そうおっしゃっていただけて。そう、なんか小物とかも結局、はい、ヘッドセットレス、うん、はい、グローブもなんかあのレース合わせてもらったり、はい、イヤリングも同じ感じなのかな、はい、あれ、はい、あそうです、そうですよね、はい、なんかなんで最終的には全部がお揃いのトータルコーディネートができたので、はい、そんなことできる人いないんじゃないって思ってますいや確かにあそこまでフルで頼んでいただいたのは初めてだと思います。ああ、超体のオリジナルのご提案させていただいたのがまず初めて で、はい、でその他ヘッドアイテムとかは前からあったんですけど、うん、やっぱりこうすごいドレス気に入ってくださってるお母さんと、はい、いろいろお話をお伺いさせていただいてっていうので初めてご提案させていただいたので、こんだけ喜んでいただけて嬉しいです。めちゃめちゃ嬉しかったですなんか本当にここにしてよかったなって一番思いましたありがとうございます。いろんなドレスショップあったと思うんですけど、はい、おられるのを選んでくださった理由っていうのはありますでしょうか聞いていいでしょうか恥ずかしいんですけどなんかでも単純にお店に最初に入った時の雰囲気も、はい、多分どこのドレスショップさんよりも一番なんかあったかかったというか、すごいあったかみあるなっていうのと、なんか一番どのドレスショップさんの中でドレス着ても一番選べなくて、うん、全部良くて、うん、一番こんなに選べないドレスショップあるって思っちゃってなんか他のはこれはまあ違うなとか思えたりもしたんですけど、うん、なくてそれがっていうのと、まあ、そのいろんなこっちの希望でいろいろ聞いてもらえたりしたのも大きいし、うん、私ばっかり喋ってるなんかでもまあいいんじゃないかな基本的にねドレス選んで試着して全部ね、はい、やってくれたのは木村様で、はい、まあまあね正直そう私木村さんのことがここにしちゃってここにしたっていうのが多分一番大きくて正直そうなんかさっき言いましたけど木村さんが可愛くて素敵だったからここにしたっていうのが
番大きいです。いや、ここは絶対に使わせていただきます。いやもうね、本当みんなお願いしたらいいと思うとは思いますっていう。本当に素敵だし、なんかこんな何回も来たくなることないから普通に、はい、いいご縁に恵まれてよかったなって思います。ここのドレスで敷き上げられて、はい、ありがとうございます。思います。ありがとうございます。どうぞ。ね、やっぱりそのドレスとかタキシードとかそういうのは全部こう任せて、はいはい、私はこう着せられるがままだったので、もう着せ替え人形でしたからね、金太郎みたいな感じで。可愛かったよ。すごい可愛かった。うん、でも本当あの着やすくてすごい動きやすくて、ちゃんと当日は痩せられたんで、あの非常に良かったです。いや、ありがとうございます。本当に似合ってました、ブラウンの、うん、やっぱ会場様にもぴったりでしたしね。うん、お二人のコーディネートもよくって、あとやっぱご身長にあのロングタキシードがやっぱすごい合ってたっていうのが私も印象的です。ブラウン可愛かったです。あのブラウンのなんていうああいうそういうなんておしゃれなのもなかなか見かけないし、可愛かったね。そうね、褒められましたね。褒められましたね。はい。あとはちょっと、オリジナルの一応こうドレスが、ね、ちょっとこうそうなんですよ、あのトルソーが重たくって、かわいい。一応こけていただいて当日お召しになったもののミニチュアドレスで、はいはい、すごい、はい、6分の1くらいの大きさに一応なってるんですけど、背中もちゃんと、はい、レースもちゃんと、あ、そうなんです、あのわーすごい、使ってたドレスのレースもちょっとこう使いながらちっちゃく切って貼ってつけてっていう感じで、嬉しい。え、すごい、うん、嬉しい。でも元々多分こちらもお母様が YouTube で見つけてくれて、なんですよ、母が見つけてくれて、うん、え、すごっ、うん、いやー、よかったです。なのでちょっとぜひ思い出にこちらを飾っていただいて、はい、ありがとうございます。はい、でも本当いろんな同じレース使ったアイテムをお持ちだと思うので、うん、ちょっとぜひ大切に、はい、飾っていただいて、そちらも仲間入りで、なんか手元に残るのが何より嬉しいかなと思って、はい、まあ、ドレスね残ってても、うん、なんかあのどうしたらいいかちょっとわからない、確かに保存できないのでと思いつつも、でも残んないのも寂しいなと思ってて、うん、こういう形で残せてすごい嬉しいなって思います。またちょっとぜひお時間がある時に遊びに来てください。はい、いや、本当に、はい、本当に全部着たいです。はい、ぜひぜひあのイベントでドレス試着会やってたりとか、あとあの今もちょっとあれはキッズ用の撮影会がもうちょっとであるので、いい、キッズ用の撮影の、セットなんですけど、キッズ用品とかもオンラインで売り始めたりとかっていうのでいろいろしてるので、ぜひね、またちょっとお子様ができたら、そうです、はい、あ、なるほど。ちょっと連れてきていただけたら、ご一緒に3人でお写真撮ることもできるので、よろしくお願いします。はい、ぜひ。ありがとうございました。